馬です。馬の漢字です。象形文字です。ところで、馬娘の世界では、こんな漢字が使われます。馬の漢字の点の数は、足の本数だから、と説明されます。本当でしょうか古代中国の、馬という漢字の歴史です。よく見てください。馬の漢字の後半部分は足ではなく、尻尾のふさふさです。ちなみに、胴体に見える部分は、横から見た顔の瞳です。つまり、 馬の漢字は、こういうイラストに対応します。白黒画像にすると、ほらね、ちゃんと馬の漢字に見えるでしょう。だから、馬娘の漢字は、こういうことなのです。